ルヒューガです。ヒューガ氏をくるくる回ろう。ヒューガ氏にくるくる。ヒューガ氏出身の歌手小田谷香菜です。ヒューガ氏に移住して7年のマサヤンです。よろしくお願いします。ヒューガ氏の場所は九州は宮崎県の北部にあって、海や山など自然豊かで食べ物もとっても美味しいところです。私たちが今いるここ耳津は神武天皇のお船出の地として歴史的にも有名なんですよ。そうなんや。古い街並みでめっちゃいい感じですね。でしょ。さて今回のくるくるヒューガは三大祭り編ということで、ヒューガの3つのお祭りを紹介していきます。まずは7月に開催される細島港祭りです。それでは祭りが行われる細島地区に行ってみましょう。はい、行ってみましょう。細島港祭りの会場となる細島地区です。天然の漁港で古くから栄えた町なんですよ。漁船がたくさんあって、ええ雰囲気ですね。ですよね。では早速細島港祭りを見てみましょう。 VTR スタート。夏本番7月、細島がさらに暑くなる季節がやってきました。3日間にわたって行われる細島港祭りです。祭りの最終日に行われる船渡御は、みこしを船に乗せ会場を勇壮にパレード。航海安全と豊漁を祈願します。祭りの熱気が最高潮に達する組み合わせです。それぞれの地区を練り歩いた太鼓台2機が激突し揺さぶり合います。参加者のみならず見物客も熱くなる港の祭りです。めっちゃ盛り上がってましたね。はい、僕も太鼓台担いでみたくなりましたわじゃあ7月に向けての体力作りですね。はい、頑張りますさて次はヒューガひょっとこ夏祭りを紹介します。祭りが行われるヒューガ市駅前に行ってみましょう。はい、行ってみましょう。はい、ここがヒューガ市駅前広場です。この周辺の市街地一帯でヒューガひょっとこ夏祭りが開催されるんですよ。駅舎も地元の杉をたくさん使っていて、国際的なデザインコンテストのグルネル賞で最優秀賞を受賞したんですよ。確かに素晴らしいデザインで、日向市の玄関口としては最高ですね。この広い公園もめっちゃいい感じです。では早速日向ひょっとこ夏祭りを見てみましょう。 VTR スタート。夏も盛りの8月、ヒューガひょっとこ夏祭りです。全国から集まった2000人近くの踊り手が駅前交流広場や中心市街地を舞台にひょっとこ踊りを披露。街全体が熱気と笑いに包まれます。ちなみに小さなひょっとこくんたちがかけているメダルはお客さんがかけたもの。踊りが達者なほどメダルが増えていきます。可愛かったですね。踊り手は北海道から九州まで全国から2000人を超える踊り手が集まるんですよ。めっちゃすごいですね。みんなの笑ってる顔見てたら僕も踊りたくなりましたわじゃあせーの、ディルル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 、うまいわさて最後はヒューガ十五夜祭りのご紹介です。ちょっと近くまで移動しましょう。はい、行きましょう。
駅から歩いて5分のところにある八幡通りです。ここは日向十五夜祭りのお宮さんである富高八幡宮への参道になってるんですよ。だから八幡通りっていう名前なんですね。そうなんですよ。では早速日向十五夜祭りを見てみましょう。 VTR スタート。秋に行われる日向十五夜祭りは800年以上の歴史を誇ります。神輿を担ぐのは入役、本役、晴れ役の男衆。威勢の良い掛け声とともに市街地を練り歩きます。その昔、傘を売る露店が多く並んだことから、この祭りは傘祭りとも言われ、傘をモチーフにした演出も見られます。多彩な催しで賑やかに五穀豊穣を祈願する十五夜祭りです。いやー、風情ある祭りでしたね。厄年を迎える人たちが神輿を担いだり、舞踊隊やねぶたが登場したりするんですよ。日向の秋の風物詩って感じですね。僕も舞踊隊の衣装が着てみたくなりましたわ。私もです。実は私、毎年歌わせてもらっているんですよ。日向名物十五夜祭り。いやー、さすがですね。めっちゃいい歌声ですわ。今年も応援に行きますね。よろしくお願いします。さて、日向市の三大祭りいかがでしたか？それぞれ雰囲気が違って、どのお祭りも本当に盛り上がってますね。いやー、ほんまに全部参加したくなりましたわ。皆さんもぜひ見に